はい、皆さんこんにちは。今回の動画はですね、今までトレーニング動画を撮ってきたんですけども、ちょっと思考を変えて少しお話をしていきます。まあその理由としてはですね、やはりわからないっていう部分でトレーニングをしてると体は反応しないんですよね。認識してないので、何やってもわからないままやってるっていう状態になってしまうので、少し知識、まあ知識というか分かってるだけじゃなくて、まあ実際体で表現していくっていうところになってくると知性というんですけど、まあその辺をお伝えしていきたいと思います。で、今回のお話は、主に3つの項目でちょっとお話をしていきます。なので、まあ気になるところから見ていただいても構わないですし、まあ、最初から見ていただいてもすごく嬉しいのでよろしくお願いします。で、まあそもそもですね、こちらの、ゴートパーソナルトレーニングスタジオの公式 LINE アカウントに登録していただいた皆さんにはですね、最初に僕のなんか自己紹介動画を見ていただいたと思うんですけども、まあそちらで少しお話はしてるんですが、まあこのテーマとなってる21世紀の体文化を作っていく、まあ、そもそもどういうことだというのがですね、まあちょっと初回の自己紹介動画だと薄いかなと。なので、ちょっとずつちょっとずつ、それを紐ほどいて、これから行こうかなと思っております。まあ、簡単に言うとですね、自分、体という、まあ、器を最大限に使いこなすっていうのを、まあ、この21世紀の体文化を作っていくっていう言葉に変えて、言っております。なので、まあ、動けない体から動ける体になって、さらに使える体になるっていうのが、目標であり、ゴールの一つとなっております。で、まあそのためにですね、まず一つとして、この4つの概念ですね。まあ健康、予防、美容、治療。これ、ヘルスケアというですね、大きな枠組みの中の、一つ、一個一個のカテゴリーになるんですけども、まあダイエットとかで言うと、まあどうですかね、美容とかになるんですかね。まあ、予防で言うと、まあ、栄養だったりとか、まあ、美容とか、まあ、全てが全てこう個々で一つになってるわけではないんですけど、そういったイメージを湧きやすいようにこのように4つのカテゴリーに分類してます。なので、まあ、トータルなそのヘルスケア、まあ、自分の生活をより豊かに、そして、まあ、健康的で、まあ、健やかでいられる状態を作るっていうのは、この4つの部分をまあ、フォーカスして全てトータルでバランスよくやっていくっていうのが非常に大事になってきます。はい。まあ、この僕、これは僕の持論なんですけど、この4つの中に共通するところっていうのはやっぱり、人間常に、まあ、若く美しくいたいっていうところだと思うんですよね。まあ、最近僕も、全ての分野に、僕は携わったことが仕事であるんですけど、やはりその人間は、一人で生活、生きてるわけではないので、誰かしらに見られたりとか、まあその見られることに何かを感じてもらったりとか、自分が何かを感じたりするわけで、やはり常に美しく若くいるっていうのは、一つのステータスとなると思いますし、やっぱり僕自身もその美意識っていうのは非常に大事にしております。まあなので、その辺はまた、別の動画で詳しくお話していきたいと思いますので、まあこの4つのカテゴリーがあるよっていうのをちょっとイメージしていただけると非常にいいかなと。思います。で、まあ二つ目ですね。生活様式。まあこれは今と、まあいろいろ比較されるのはあるんですよね。江戸時代だったりとか平安時代とかいろいろあります。まあ情報量なんかでね、比べると、江戸時代に比べると今一日の人間が得られる情報量は江戸時代の100、1年分だみたいなことを言ってますけども、まあそういう生活様式っていうのは今はもうデジタル化がすごく進んでいるので、まあ基本的には1日座っていても、そしてまあ眠くなったら寝てっていう生活でも生きていけるようになってたんですよね。まあ文明の利器というか、人間がまあ楽するようにですね、世界が作られているので、まあそれはボタン一つでいろんなことができて非常に楽ですよね。うん。で、そこで起こってる弊害っていうのが、まあその
20世紀病というか21世紀病っていうのか、まあいろいろありますよね。メンタル面だったりとか、まあ今まで知られてなかった病気が出てきたりとか、まあ自己免疫系って言って自分の防御反応が暴走するとかですね。まあそれはある意味その医学の発展で見分けることができなかったのがどんどん細分化されてる、まあ専門性が増えてるのと一緒だと思うんですけど、まあそうやって分かってないところがこう解き明かされてるっていうのも一つあるとは思うんですけど、まあ私はですね、その生活様式からその体を動かさなくなったことで、まあこの3つの点ですね、まあメンタル、そして思考、まあ体力、ではこちらはまあ心理面、心の面と脳の面ですね、そして体力っていうのは体の面、もう3つの面が急速に落ち込んでると言ったらあれですけど、低下するようになります。まあこれを低下させるのはいわゆる運動量、体を一日動かす量であったりとかっていうのが低下することによって、この3つは確実に低下します。まあいろんなデータがあるんですけども、まあ思考力であったりとかっていうのは何が関係するのかとか、体力は、まあ体力は分かりやすいかもしれないですね。風邪ひいたら治ってもすぐにねパッと動き出さなかったりとか、まあ体が節々痛くなったりとかすると思いますし、まあ、メンタルもやっぱり暗い中とか一人でぼーっとしてたりすると、まあポジティブなことを考えろと言うとなかなか難しいですよね。ネガティブになりがちになってしまうのかなと思いますが、こちらはですね、共通するところがいわゆるその、まあ、栄養素、そして酸素が行き渡らないっていうのがポイントになります。運動量が低下するとですね、活動量が少なくなるので、体の各器官に、まあ、循環する血液が栄養だったり酸素を運ぶ必要がなくなるんですよね。で、人間はもともと脳がこう体を動かせって指令を出すんですけど、脳は基本的に怠惰といってまあサボりたいんですよ。極力エネルギーを使いたくない。まあそれは期間の時代が長かったとかいろいろあるんですけど、まあそういったところで、使わないんだったらシャットダウン、その交通をなるべくで、まあ普段使ってる部分にフォーカスを当てましょうっていう期間なんですよね。で、まあ今の生活様式に当てはめるとデジタル化になってるので、基本的に目からの情報収集にものすごく偏ってる。で、それによって、まあ、体、まあ、頭より上に血液が上りやすくなって、まあ、東洋医学的に言うと、気が上に、ま、上がってしまって、ストレスを感じやすくなったり、怒りっぽくなっちゃったりとか、いろいろあります。まあ、なので、全身に循環しないっていうのが、まずその、栄養素だったり、酸素だったり、っていうのは、それを運んでる血液の周りが悪くなってるっていうのが、一つ問題として、この生活様式の中でかかってくるのかなと。そこが悪くなるからこの3つの部分が低下していく。そうするとまあいろんな弊害が出ます。まあいわゆる病気でいうと鬱だったりとかもそうですし、まあ自分自身のパフォーマンス低下だったりとか、日常生活においては眠気だったり、まあそれこそ太りやすくなったりとか、あとは今多いのはヒゲですね。男性でも多くなってるヒゲ。まあ東洋医学的に考えるとヒゲというのはその病気の一番の原因になると言われてますので、まあ体を冷やすということは、まあ、筋肉もそれこそ硬くなってしまうので、中に通ってる血管が働かなくなって、先ほど言ったようにより悪循環、体を循環しなくなってしまうんですよね。なので基本的に1個悪いことが起きるとトントントンと連鎖的なそのサイクルで体っていうのは悪くなってしまうので、どこが悪いかっていうのは正直1個ではないというところになってきます。そこでですね、まあ何をやったらいいんだというところになってくると思います。まあ今回の動画というかこちらではですね、トレーニングをメインでまずは話しております。なのでトレーニングに関してまあお話をしていくと、先ほど言ったように運動量を上げていくっていうのはまず一つ前提になるんですが、そもそもまあ先ほど言ったデジタル化の生活様式に慣れてる方がいきなりじゃあジムに通ってゴリゴリに運動できるかっていうとそうではないと思います。なのでまあまず手始めにやっていくトレーニングとして、まあ、今人気なのがそうやって自重トレーニングと言われる、まあ、いわゆる体幹トレーニングがあったりとか、まあ、あとウォーキングだったり、まあ、あとはまあそのエクササイズ系のアクティブ体を動かすなんかなんていうんですかね、フィットネス系の
マッサージオですねっていうのも流行っておりますが、まあここでお伝えしたいのは、いつも僕が提唱している自重トレーニング、いわゆる体幹トレーニングっていうのは、まあ今その書店だったり行くとすごくノウハウだったり実践法の、本があります。ただですね、あれだけ本が出てると逆に言うと非常に伝わりにくいところであったり、意識しにくい。で、意識しにくいと体は先ほど言ったように反応しないので、トレーニングの効果が全然出てこないと。だからまあ YouTube 見たり本見たりして効果が出てこないっていう方は、今から聞くお話をちょっとこう頭に置いていただいてトレーニングしていただけるとすごくいいかなと思います。はい、3つ目、まあこれ表層筋と深層筋の違いって方、ちょっと難しい言葉かなと、あんまり聞きならないですかね。深層筋っていわゆるまあインナーマッスルってやつですね。インナーマッスルって言うとちょいちょい聞いたことあるかもしれないんですけど、まあこのインナーマッスルと、まあこっちは表層なんでアウターマッスルっていうふうに、まあトレーナーの業界では言ったりするんですけど、まあこの表層の筋肉って、まあ読んで字のごとしなんですが、いわゆる体の表面の筋肉ですね。まあこの上腕二頭筋っていう筋肉だったりとか、あとはこう腹筋ですね。腹直筋って言われてる、まあいわゆるシックスパックみたいな筋肉だったり、ももの前の大腿四頭筋であったりとかっていう、まあ割と大きな筋肉で、まあ体を早く動かしたりとか、あとは力を出したりする。いわゆるパワーを使う筋肉になります。はい。で、逆に深層筋っていうのは、まあ、体から見えづらい。深層ってこっちも表層なので、筋肉っていうのは何段階か層になってるんですよね。まあ1段階2段階3段階っていう風な大体イメージなんですけど、なので深いところにあればあるほど体自分の自身で認識しづらいですよね。こうグッと力入れて表面だと分かりやすいんですけど、非常に分かりづらい。じゃあこいつは何をやってるのかというと、まあさまざまな、部分があるんですが、まあ挙げるとしたら3つ。まずはその姿勢を安定させる。一番深層ということは骨の近くですねにある筋肉なので、まあ、骨格を安定させて姿勢を安定させています。で、2つ目はバランスですね。体のバランスを整えてくれてる。なので、どちらかというとパワーをグッと出すというよりは、姿勢を安定させてバランスを保てるように、常に、まあ、座ってても、止まってる状態でも、動いてても働く筋肉になります。で、三つ目は、内臓ですね。内臓だったりとかっていう、体の中の部分、より奥の、部分と強調して動くことによって、まあ、内臓を活性化させたり、っていう形も、という効果もあります。この3つのメインの効果があるので、どちらかというとですね、カロリーを多く消費したいっていうのは、どちらかというと表層筋なんですけども、そもそも深層筋がついてないと、まあ、長く動けないんですよね。持久力系のトレーニングに向いてない。表層筋っていうのはどちらかというと、早くパワーを出す。なので疲れやすかったりするんで、まあ、こっちをいっぱい鍛えると、疲れやすくて、まあ、姿勢は良くならないです、正直。はい。まあ、なので、僕はこちらのこの深層筋をメインとする、いわゆる自重トレーニングというのを推奨してやっております。はい。で、まあ、そういったですね、姿勢を整えたりとか、バランスを取ったりとか、内臓の活性化をしてくれる筋肉。この深層筋なんですけど、こちらを鍛えるというよりも、どちらかというと、ボコ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 こう大きくなるわけじゃなくて、活性化、いわゆる先ほど言ったように、意識をしてないと目覚めないんですよ。起きろって言わないと起きてこないんで。なので、起きろって言って起こしてあげると、普段からもしっかり使えて、まあ、いわゆるその、内臓が活性化するので、代謝も良くなって、まあ、消化吸収も早くなるので、痩せやすい体になりますし、まあ、そういった意味で姿勢も良くなれば、まあこちらの部分ですね、メンタルとか頭、思考の部分にも影響を及ぼしてくるので、日常的なパフォーマンスっていう視点で考えると、もう深層筋が圧倒的に僕は優位だと思います。というわけで、僕はこのその深層筋のトレーニングですね、まあこちらを活性化させるようなトレーニングをしています。
なので見た目に最初いきなりこうガッとこう反応が出ない部分でもありますので、すごい、短い時間ダイエットしたりとかっていう短期間でダイエットしたい人には向いてないんですけども、逆に言うと中長期にリバウンドしない体を作りたいっていう方には非常に有効的な部分になります。そしてなおかつ、先ほどからちょっとお伝えしている美意識、美しくなりたいっていうのは、姿勢もそうですし、見た目もそうだと思いますし、そういった部分には、こちらはもってこいになりますので、その奥の意識をじゃあどうやって作っていくかっていうのが大事なんですよね。ポーズを取れば奥の筋肉を使ってるかっていうと、そういうわけじゃないんですよ、実は。これが非常に難しいので、そのためには、簡単に言うとですね、目印を知るというか、自分が今、そもそも奥が使えてるのか使えてないのか、みたいなところですね。それが一番わかるのが、呼吸と姿勢になります。今日はこの2つをですね、最後に実践編としてお伝えしていきたいと思いますので、ちょっと話をしていきましたかけども、この3つですね、ちょっとおさらいしていくとですね、今日は、このボート、パーソナルトレーニングスタジオのテーマ、である21世紀の体文化を作っていくっていうところに関して、少しどういうことなのっていうのをお話しさせていただいて、でそこから、1、2、3という3つの項目からですね、その美意識であったりとか、そして今の生活様式から起こることであったりで、体幹トレーニング、自重トレーニングってそもそも何なのかっていうところをちょっとお伝えしましたので、ぜひですね、動画を見ていただいて、もうちょっとこういうところを詳しく知りたいなとかっていうのがありましたら、ぜひコメントいただいて、こうやってちょっとお話もしながら、体に対しての、先ほど言ったように知性をちょっと高めていく。そうすることによって、ここで体を支えなきゃいけないんだな。このトレーニングはここを狙ってるんだなっていうのが分かってくるので、闇雲にやれば効果が出るわけじゃないです。体が固まってしまって、固まることにエネルギーを使うので、筋肉がうまく働かなくなってしまって、脳とこの筋肉との連動性っていうのはうまくいかなくなってしまうので、その辺は少し話をしつつ、トレーニングの実践編でもちょっとこう話してはいるんですけども、やはりやりながらなので、どうしても理解しにくいところであったりとか、こうやって話すことによって、皆さんの意見をぜひ聞きたいと思いますので、もう少し、この辺詳しくしていただいたとか、先ほども言いましたけど、コメントをいただいて、もしくは直接公式 LINE アカウントの方にメッセージいただけると嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。ではですね、この後は、先ほど言った呼吸と歩行の実践になりますので、そこの動画もこの後楽しみにしていてください。では、お願いします。これから呼吸と姿勢に関して少しチェックですね。ご自身で意識を高めて、体の意識を高めていただく、手段としてちょっとお伝えしていきたいと思います。で、呼吸はですね、まず最初に、自然呼吸もそうなんですけど、自分がどういった呼吸、姿勢なのかっていうのを確認していきます。すごく簡単なので、すぐに試していただけると思います。で、右手を早速やっていきますが、鎖骨に置いていただきます。胸のところあたりですね。で、左手をおへそのあたりに置いて、こちらはぐっと押さえるよりも手を置くぐらいでいいです。その状態で鼻で息を吸って、口から吐くだけです。この時にですね、胸のところに吸った時や吐いた時に膨らみ、手に圧力を感じるっていう方は、基本的に胸式、肩で呼吸してるってやつですね。ってなると、別にいい悪いっていうわけじゃないんですけど、呼吸っていうのはもともと生命活動の生命維持装置の一つなんで、呼吸が止まると人間って死んでしまうんですけども、より多くの酸素を取り入れて、より多くの二酸化炭素を吐き出してあげると、活力が湧きやすくなるので、そのためには、しっかり体の奥まで呼吸を伝えてあげるっていうのが大事になります。なので、腹式呼吸と言われてるんですけど、先ほどもちょっとお伝えしたように、生活様式が今デジタル化が進んで座ってたりとか、
っていうその部分で、頭が前に行って体が丸くなるっていうような姿勢になってしまうと、まあ、呼吸が浅くなる原因の一つにもなりますし、もう一つは、まあ、いわゆる人間関係ですね。この人といると緊張するなとか、まあ、いわゆる息が詰まるとかですね、肩身が狭いとか言うんですけど、まあ、体が狭かったりとか息が詰まると呼吸が浅くなってしまうので、基本的には浅い呼吸が普段してるなっていう風な方は基本的にこの肩が浮いてきます。なので、まあ、ポイントは簡単です。先ほど言ったようにお腹の方で呼吸をしていく。そのためにはですね、ご自身のこの肋骨、この肋骨ですね、なかなか触れないっていう人もいらっしゃるかもしれないですけども、おへそがあって、まあ、それをおへそに中指を当てて、そのまま少し上にスライドしてあげると大体肋骨触れますので、そのあたりに手を置いていただいて、まあ、先ほどと一緒にスクッと押さえないで楽にした状態から目をつぶって鼻で吸います。で、この時は緩く弱く吸って口から吐きます。でも呼吸音がしないぐらい、普通の吐くのと同じぐらいな形で8秒から9秒吐き切るような形でふーっと吐いていきます。で、鼻で吸うのは2、3秒ですね。こうすることで手で置いてる肋骨が広がったり下がったりっていう、こう動きを感じられるようになってくると、お腹が動いてくる、来てる証拠、プラスこの横隔膜ですね、横隔膜というこの肋骨の下についてるドーム状の筋肉があるんですけど、そこが動くことによって緊張が、体の緊張が緩みますので、まあ、瞑想をやってる方だったりとかっていうのも、基本的にそこが呼吸で動いてなければ意味があんまりないので、ふーっと息を吐いた時にこの肋骨の下だったり肋骨自体が動いてるか、吸ったり吐いたりする時ですね。で、目をつぶることによって自分の体に意識を持ってきやすくなります。基本的に意識を持っていくためにやってることなので、より意識を深めてやるようにしていただけると思います。まあ、鼻で吸って口から吐くっていうのを、まあ、10回程度でいいです。これはどこでもできます。正直寝ている時でも座っている時でもっていう形なので、まあちょっと長い時間同じ姿勢でいるなとか、90分以上とかですね、そういう時はぜひちょっと 2,3 回でも呼吸してみて、あ、すごく肩で息してるなってなったら、ちょっと休んで、まあちょっと体立ち上がったり、ちょっと屈伸運動したりとか伸びをしてあげたりとかっていう形でコントロールしていただければと思います。はい、続いて姿勢ですね。姿勢は、まあ、こういった壁、いわゆる壁ですね、何もない平らな壁に背中を向けて立っていただいて、このまま、まあ、お尻の丸みがありますので、完全にかかとをつけてしまうとピンと体に力が入ってしまうので、拳1個分ぐらい離していただいて、足くっつけた状態のままだらんとした状態を作ります。で、無理に背中だったりとか頭をくっつけるんではなくて、自然とお尻をくっつけていって自然の状態を作っていただきます。力をとにかく入れない、その状態の時のこの接地ポイントですね、頭の後ろ、耳の後ろですね、そして肩周り、背中、背中、腰、まあ、お尻、あとは膝に力が入ってないか、入ってるかですね、お皿の周りがグッて力が入って、こう膝を伸ばしているような形になってないか、そして足の裏がどこで接地をしているかというのを確認します。多いパターンとして、力を入れればこのようにこうピタッとなるかもしれないんですけど、抜いた瞬間にこういうふうに頭がまずその壁から離れるパターン非常に多いです。で、こうなるとですね、体を使いたくても、まあ、やっていただくと分かるんですけど、この状態で足を上げていただこうとすると体がこううまく足が上がらないんですよね。しっかり姿勢、この姿勢をチェックする、そして姿勢をこのきれいにする、整えるだけでインナーマッスルが、先ほど言ったように深層筋が働くので、この状態で足を上げてあげると深層筋がより機能してきます。先ほどの状態だと深層筋ではなくて表層の筋肉で体を動かしている現象になってしまうので、
より疲れやすくなって姿勢も悪い、そして疲れやすくなる、そうすると動かないという、まあ、悪循環になってくるので、まずご自身の姿勢チェックとしてこういうところでチェックしていただけるといいと思います。なので日々、まあ、無理やりこうやって先ほど言ったようにつけないように、どこが一番ついてないかなっていうイメージで、ついてないようなところから軽く、まあ、力で言うと 2、3キロ、 1、2キロぐらいの力で床の方に押してあげる。最初は無理につけなくていいです。その時に感じる体の凝りだったり張りを感じながら、そこに一番負担がかかってますので、そういった部分ちょっと意識しながらやってみてください。これはだいぶつくよって方は、まあ、こういった壁、今の姿勢を作っていただいて、肩幅に開いていただいても構いません。閉じていただいても構わないので、そのままの状態で、まあ、インナーマッスル、先ほど言った深層筋のトレーニングになります。非常に簡単なので、この状態で足を上げるだけです。まっすぐの位置を、姿勢を維持したまま足を上げます。この時に、ぐっとこう、膝が曲がったりとかですね、横にずれないように。これ意外と地味なんですけど、この姿勢を維持したまま、ふーっと吐きながら体を持ち上げていきます。膝を持ち上げる。この時も意識はこの付け根の筋肉ですね。いわゆる大腰筋。まあ一時大腰筋を鍛えるみたいな、今もかな、流行ってるんですけども。まあ、下半身と上半身をつなげる非常に大事な筋肉になります。転倒予防だったりとか、骨盤を立たせたりとか、バランス先を言ったり整えたりとか、まあ体を起こしたりもするので、まあそういった部分では非常に効果が高いトレーニングになるんですけど、意識しないと、この足を上げる動作も、腿の前を使って上げてしまうので、大腰筋のトレーニングになりませんので、まず姿勢をしっかり整える。そしてこの姿勢のまま、膝を持ち上げる。吊り上げられているようにぐーっとイメージしながら持ち上げてあげる。そうすると、この奥に効いていきます。なので、今持ち上げるときに、膝の前、腿の前とかに負荷がかかる方は、少し姿勢が間違えてるというか、意識がそこに向いてないので、まあ、そういう時は最初の姿勢をちょっと位置をずらしたりとか、もう少しコントロールしてみてやってください。まあ、そこで分からないことがありましたら、またこちらもコメントにいただけると思いますので、よろしくお願いします。ぜひチャレンジやってみましょう。